いよいよ防新年会シーズン、冬の美味しい味覚を使った料理が出るのがアネシスさんということで、ありがとうございます。どういったメニューが並ぶんでしょうか。そうですね、今年はあの鍋にオリーブハマチのしゃぶしゃぶを、ご用意させていただいております。なんて贅沢だっていうかね、やっぱり香川を代表する食材にはなりますよね。そうですね、オリーブハマチはあっさりして美味しいですよね。はい、油もありますし、ちょうどこう寒くなってくるので油も乗って本当に美味しいシーズン突入ですよね。そうですね、だから1月の半ばぐらいまではオリーブハマチが出て、その後ひけたぶり、もうひけたぶりも出てるんですけどね、ぶりの方が美味しくなってくるんじゃないでしょうかね。まあ、そういった美味しい内容いっぱいのメニューというふうなことなんですけれども、はい、まあ、そういったあの宴会、いろいろなこう個人盛りのコースであったり、また懐石コースというふうにかなり内容もバラエティに飛んでらっしゃいますよね。そうですね、卓上も多いですし、懐石もやっぱり結構多くなってきたんで、懐石の方もご用意させていただいております。そして嬉しいのはこちらの方に飲み放題なんかのプランも足して、本当に飲んで食べて大満足の内容にできるんですよね。そうですね、飲んでいただいて、お泊まりの方も特別料金で、ご用意させていただいておりますので、そちらの方もご利用していただいたらと思います。いや、もう今回も本当内容は盛りだくさん、かなり皆さんに満足していただけるものが用意できたようですね。はい、だいぶボリュームもありますし、お満足していただけるんじゃないでしょうかね。ありました、はい。まあ、新年会に向けてもこの美味しい料理がずっと続いて提供されるということで、ぜひね、某新年会、こちらの方で楽しく過ごしてもらえるといいですね、はい、そうですね、たくさんのお客さんが来ていただいて賑わいたいと思いますね。美味しいおせちをちょっと期待してるんですが、どうなんでしょうか。そうですね、おせちも去年と同じ値段で予約制で限定になるんですけど、ご用意させていただいておりますので、また連絡いただいたらと思います。ぜひ新年はホテルの美味しい料理で、新年も美味しいのを食べながらで、ね、新年を迎えてもらえるといいですよね。そうですね、今年は去年と全然違うお正月になるんじゃないでしょうかね。ちょっと料理長の腕を振るったおいしいものが並ぶんですか。ありがとうございます。楽しみしたいと思います、はいはい、いや、ぜひいい1年の締めくくりと始まりということで、はい、アネシスさんのおいしい料理で満足して迎えてもらえるといいですね。そうですね、お願いします。はい、じゃあまたおいしいもの皆さんにどんどん提供してください、はい、ありがとうございました。